自民党。令和日本、新しい時代、国民一人一人の未来のために、自民党は走り続ける。今日も明日も全力で。自民党総裁の安倍晋三です。日本の明日を切り開く、私たち自民党にお任せください。前進青森、さらなる成長戦略で明日の青森を切り開きます。自由民主党公認参議院議員候補、滝沢求めです。よろしくお願いをいたします。私、滝沢求めは青森県八戸市生まれ、八戸高等学校、中央大学法学部を卒業、元内閣総理大臣中曽根康弘元総理の公設秘書を務めました。そしてふるさと青森帰りまして、県議会議員を15年務めてまいりました。平成25年、参議院議員に初当選をし、外務大臣政務官、今現在は国土交通部会長代理を務めております。私、滝沢求めは政治にかける情熱とふるさとを思う気持ちは誰にも負けません。ご承知の通り、自民党アベノミクスの推進力によって日本経済は 10% 成長し、国地方の税収は28兆円以上増加をいたしました。今、新たな令和の時代、経済の好循環をさらに加速させていくためには、何といっても私たちが住む青森県が元気でなければなりません。青森の元気なくして日本の再生はございません。人をつなぎ、共に作り、景気回復の温かい風をしっかりと青森に届け、元気な青森県を作るために精一杯頑張ります。そのためにはまず人づくり、社会づくりを進めてまいりたいと考えております。少子高齢化を克服するためには、やはり何といっても子どもを持ちたいという方の思い、願いをしっかりと叶える必要があると私はそう考えているのであります。幼児教育の無償化することによって、子どもの教育に対する負担、これを軽減する、そしてその負担を社会全体で分かち合っていく、そして時代を担う子どもたち、青森県の子どもたちが将来に向けての夢と希望を持って果敢に挑戦する、そういう青森県を私は作っていきたいのであります。そして地方が主役の地方創生を推進いたします。若者が未来を託せるような農林水産新時代、観光立国、さらには中小企業、そして小規模事業者の生産革命、これをしっかりと改革を断行することによって地域に活力を生み出していく、地域の特色を生かした産業を振興し、仕事を作り、人を呼び込むことで活気あふれる街づくりを進めてまいります。次に、命を守る災害に強い国を作ります。そのために7兆円規模の防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策、これを着実に迅速に進めてまいります。また様々な自然災害時においても、ライフラインを維持できるよう、電力、道路、鉄道、空港、港湾などの交通物流インフラの強靭化を取り組みます。そして災害に強い、より強い、より元気な青森県を作るために全力で取り組んでまいりたいと考えております。私は思います。時代を担う子どもたちが、そして子育て世代の方々が、さらにはお年寄りの方々が、そして現役世代の方々が住み慣れたこの青森で安心して暮らせるような、そしてこの地域で活躍できるような、輝いて暮らせるような、そういうふるさと青森を作るために全身全霊を傾けて取り組んでまいります。滝沢求めはふるさと青森のために、まだまだやらなければならないことがたくさんあります。どうか皆様方、21日の投票日にはぜひとも投票場に足を運んでいただきたいと思います。そして当日予定のある方は期日前投票もございますので、簡素化しておりますから、ぜひとも一票を投じていただきたいんです。自由民主党公認候補、滝沢求めをどうぞよろしくお願いをいたします。
青森の皆さん、共に作る確かな未来、滝沢求め、滝沢求めさんをお願いします。